やばいやばいやつばっかくさあ始まりました月曜金曜19時になっておりますでございますこのドラマは奈良にまつわるニュースを僕ら女性が紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております、今回のニュースはおこれもまた、今年も初めちゃうかなリクエストって書いてるんでまだ多分お客さんからいただいたやつじゃないでしょうかお願いしますあらはいはいあれゴールデンウィーク出てた黒いよ顔あ、俺うんああのね、ちょっとやっぱり黄色いからここあ照り返しがっていう感じなんかやっとゴールデンウィークは終わりましたあ、終わりました、ご苦労様でしたいや、本当ですよ疲れたねこれもお客さんの人たちも言おう君の給料稼ぎました、ちゃんと僕ら出れないんでね、やっぱ出れない、これやからねどうしてもどうしても出れない南京というすみません、ほんまでいやいや、あの、そのゴールデンウィーク期間中やはりね、多くのお客さん来ていただいてもともと僕らの、あのご乗車してもらってたお客さんに、うん、ちょっとあの、勝子さん、はい、ちょっとたるんでるんじゃないの、うん、奈良の情報いっぱい あのやってるけど、はいはい、私聞きたい情報全然来へんやないのそれ僕に言われても別に僕いやいや、まあまあまあこれやっぱ思ってはるんですよ。カズコさんがちゃんとそうやって指示実はさ、出してるんだろうって。やめてくださいよ、ほんと僕は。えここで調査員の方々が。ああ、そうですか。僕らが、まあまあ、わかりましたと。じゃあ、はい、今回僕ほんなら調べときますって言って。ああ、なるほど。知ってます今、奈良で一番人が来てる、食べ物で来てるって言ったらかき氷。ああ、まあ有名じゃないですか。次に来るの何か知ってますこれは俺ちょっと見落としてたかもしれんっていうぐらいね確かに増えてると思って、うん、飲み物です飲み物はいお茶あー大和茶ね、うん、確かに確かにあの来ないですもう来てるからあもう来てんだうんあの昔から有名どころで言うたら日本酒ああそうですねよく言いませんか日本酒発祥の地ですよって言われてたんですけど僕ら見落としてたんですよ日本酒ばっかり目いって、うん、僕日本酒好きなんでああ、はいはい、主にワインと日本酒しか飲まないでアルコールは飲まないですよそんなレモンチューハイいやまあたまにはねたまにレモンチューハイも飲みますけどいやいやいや酒です酒メインでそれしか言ってない、はい、ただビールを飲まないじゃないですか僕らあ飲まないですねこのビールを、はい、大企業のビールじゃなくほんま地ビールお店ねそうね増えてるわ地ビールって呼んでる今まだまだうんあ、はい、もう俺らとかやったらクラフトビールって呼んでるけど自分たちでオリジナルのビールを作ろうぜっていうのに今グイッと力入れてるんですよああなるほどねで調べ尽くしたらむちゃくちゃあるんですよそうなんや奈良にむちゃくちゃこんなおもろいのっていうまあまあチラチラお店が増えてんのは知ってるけどすごいのだからこの中で今回まあ紹介していこうとシリーズ化しますビール紹介していきますあそクラフトビールはい第一弾、うん、ここ奥いやいや奥大和奥大和奥大和大和の奥ってことだよね米って書いてますよちゃうわこれ奥かこれはね奥ですなこれどこか、はい宇田宇田にあるんですすごいのこのビールもともと知らないからねその違いを言われてもわからないんですけどあの僕らも知ってることの情報からまず言うと、はい、宇田って江戸とかでも有名やった地域があるんですよ保存地区がああなんか町屋みたいなねそう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 、はい、でその場所ってなんでそんなに盛んだったのって言ったら薬草が有名なんですよ、うん、あそうなんや、うん、古代から薬草取りに行ってたんですよでその場所の厳選された草も入れたビールを作ったりしてるんですこれはあのコーヒーのリキュールが入ってますええー、はいコーヒーチェリーねいやすごい、うん、コーヒーチェリーそうちょっと甘み出ててちょっと飲めるかもそうやねそうやねで柚子とかねリンゴとかブルーベリーとかまあブルーベリーとかも一応薬草の一つに入ってましたからね昔はああそうはいはいはいそうです名誉くなるみたいなはいはい知ってるかなと思って、うん、知らなかったそうそうそういうものが今めちゃくちゃ流行っててこのビールが出来上がったんですなるほどねこれ多分ね僕らでも飲めるかもしれないです
なんかね、ちょっと聞いてたら、あの、ほんまビールの麦芽だっけみたいな感じってやっぱ苦手やけど、うん、ちょっとこう混ざってくると、ジンジャー入ってたら何だっけ？シャンディカーブ？あ、そうそう、シャンディカーブとか、うん、あ、いやトマトジュースとビールのやつとかね。あ、そう、レッドアイですね。レッドアイ、うん、あんなとこは飲めるもんね。いや、これでも本当にいいと思います。ほんで、奥大和のビールを真剣に飲みまくろと。飲んだら止まろうを合言葉に、この作り手さんがゲストハウスを作りました。ああ、なるほど。タップトゥーベッド。タップトゥーベッド。踊るように飲み明かそうぜ。そして、ベロベロになって寝よう。ベッドに入れっていうことやと思うよ。そうだよ。トゥーベッド。いや、俺知らんで、勝ったやで、勝ったやで。あんまり勝ったやで言わない。いやいや、多分絶対そういうつもりやと思う。イメージね。ビールやと、どうしても、こうなるやんか。おおおお、わっせーなー、わっせーなー、みたいな。あんなの、諦めないよさこいで聞こえるような。わっせーな。出てこいんだけど、ビールフェスにインターなんか歌ってんだなーって思って。歌ったなーと、日本の。いや、そんなんじゃなかった？海外の人が、ラッシュラー、ラッシュラー。まあまあまあ、なんか、オクトーバーフェスとかね。そう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 。そうそう。イメージね。ね。日本全国でやってくれてるじゃないですか。ね、そうそう。あれが、この、ゲストハウスも味わえるよってことなんですよ。というところで、はい、このビール、試飲しましょう。はいはいはい。なぜかこのビールを飲みたいと言ってる専門家がいますんで、彼にちょっと、なるほど。感想いただきましょう。じゃあ、来てください。まあ、好きね。確かに。一杯目からね、絶対ビールいくやつやもんね。ビール飲みますから、じゃあ、愛ちゃんちょっと感想、はい、言って。あ、ほんで、うん、まあ、その、宇田まで行くのしんどかったら、奈良市で飲めるところ、紹介しておきますわ。堀内果実園で飲めます。あ、そうなんや。うん。それぐらいだから、その、フルーツとかにも寄ってんの。あ、ちょっと今、さ、あの、堀内果実園出てるから、今ちょっと。これね、堀内果実園で。ここでも飲めますから。飲めますと。ということでね、はい、その感想、いただきましょう。はい、お願いします、じゃあ。いただきまーす。甘い。あ、いや甘いんや。甘いんや。でもコーヒーチェリーでしたっけ？コーヒーチェリー。本当コーヒーチェリーですね。コーヒーチェリーや。ビール、コーヒー、チェリー、何対何じゃないこれ。十ゼロコーヒーですね。先生、何言ってんのお前、ゼロのコーヒーはね、ブラックやわ、それ。ただのコーヒーやん。何言ってんのお前は。甘っ。女性の人がいいかも。そうなんや。そんなわけねえ。なんか、この女性の人が、あのビールちょっとっていう人は、やっぱいると思うんですけど、うんうん、なんかちょっとあの、おしゃれなドリンクというか、スイーツ感覚でコーヒー飲みながらアルコール、まあ、チューハイ飲むのとちょっとカクテル飲むのとかと一緒の感じで。ああ、そうなんや。これぜひ飲んでいただきたいね。そうなんや。だいぶ飲みやすそうなイメージ。なるほど。だから、もう、ごくごくいけるから、本当に、タップトゥベッド。タップトゥベッド。あ、タップトゥベッド。はい。できますか？どうなんだろう。ラッセラー、ラッセラー。いやいや、ほんまに。また、次回。ね、第2弾持ってきますんで。はい。なるほど。ね。じゃあ、ちょっと帰りますね、僕はね。はい。はい、いや、置いていかんといて。置いていかんといて、ラッセラーの人置いていかんといて、もう頼むわ。もう、いやいや、全部飲んで、はい、もう、はい、飲んで。吸い続きでもあるしね、アイちゃん。ぴったりかもわかんないですね、じゃあ。様でした。はい、ありがとうございました。また、こさせていただきますね。はい。第2弾の時、もう来るの、これと。一緒に連れて帰ってください。ということで、奥大和の、地ビールのご紹介いたしました。ほんまビール苦手な方でもね、本当になんか飲みやすいみたいなんで、ぜひまた、機会がありましたら飲んでみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。Yeah.